フィギュアスケート女子で18年ピョンチャン五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ、ロシア、18月2日、自身のインスタグラムを更新し、肝取り、ショットを披露した。昨年の秋から大学に進学し、世界選手権、ストックホルム代表選考を兼ねて2月28日まで行われたロシアカップファイナルには出場しなかったザギトワ。この日は、クマルシアと記し、黒のタンクトップ姿でスニーカーを見せた、肝取りポーズの写真を投稿した。コメント欄には、とても美しい、キュート、ザギトワちゃんかわいい、かっこいいなどの声が寄せられている。